どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA の対象者限定キャンペーン開設ということで動画ねやっていきたいなというふうに思っております。またまたですね、 ANA の対象者限定のねキャンペーンがやってきましたということで、今回ですねキャンペーン中にですね対象サービスを利用していただくとマイル積算がね5倍になるっていうねキャンペーンということで、まあね対象サービスということで ANA のねプレミアムチャレンジ2021っていうのが今ね行われているっていう風になりますんで、こちらね利用されている方であったりですね、空港のね ANA フェスタ、またですね機内販売とかね結構利用される方はですねかなりねお得になるのではないのかなっていう風に思っておりますので、ぜひね最後までご覧いただければなという風に思っております。それはですねキャンペーンの詳細ねいきたいというふうに思うわけなんですけども、通常のね5倍のマイルが積算キャンペーンということで、期間はですね2021年の5月の13日から2021年7月30日までっていうふうになっておりまして、こちらねエントリー必須のねキャンペーンというふうになっておりまして、公式サイトね概要欄に載せておきますので、こちらねエントリーね確実に行っていただきたいなというふうに思っております。でですね、今回のこの5倍のね積算キャンペーンっていうのは対象者限定っていう風になっておりますので、概要欄の公式サイトにね飛んでいただくと、そこでねログインできてですね参加登録ができた方が今回ね対象といった形になっております。残念ながらですね対象外の人はですねこちらねログインしていただくとですねログインできない感じになるかなっていう風に思いますので、この点はね覚えておいてください。でですね、特典なんですけども、対象サービスの利用で通常のね5倍のマイルが積算されるっていった形になっております。でですね、利用方法に関してなんですけども、対象サービスで ANA マイレージクラブ会員のですね提示が必要っていう風になっておりまして、こちらね5倍マイルの積算時期なんですけども2021年の8月下旬っていった形になっておりまして、この期間までのですね利用分が全部合算されてですね積算されるっていう風になっておりますので、これでもね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。でですね、このマイル5倍ね貯まるキャンペーンなんですけども、運よくね私は今回ね対象者ということでエントリーねできるっていった形になってるわけなんですけども、中にはですね3倍のねマイルでこのキャンペーンね来ている方もいらっしゃるっていった形になっておりますので、エントリーねしてみていただきたいなっていうふうに思っております。おそらくですね5倍と3倍だけなのかなっていうふうに思うわけなんですけども、もしねそれ以外の倍率でね来てる方いらっしゃいましたらですね、ぜひねコメントいただければなっていうふうに思っております。それではですね、今回5倍マイルが貯まるねキャンペーンの対象サービスなんですけども、こんな感じに、ね、なっておりまして、 ANA ショッピング、 ANA フェスタですね、また空港の免税店、またですね ANA のね機内販売、こちらは国内線と国際線ですね、またね ANA トラベラーズもですね今回対象っていった形になってるんですよね。ということで、こちらのサービスをね利用していただくと ANA マイルがね5倍ね貯まる感じになるわけなんですけども、こちらね公式サイトを見る限りですね上限などもですね記載がないっていう風になりますんで、利用すれば利用するほどですねマイルが貯まるねキャンペーンっていう風になっております。普段からですね空港の ANA フェスタであったりですね機内販売などね購入されている方はですねかなりねお得になるのではないのかなというふうに思っております。でですね、実際にねどんな感じでね ANA マイルね貯まるのかっていう話なんですけども、まあ、今回ね ANA フェスタでね解説ねしていきたいなというふうに思っておりまして、 ANA フェスタはですね ANA のねカードを提示するとですね100円につき1マイルがね付与されるっていうふうになるわけなんですよね。まあこれが5倍に、ね、なりますので、100円の、ね、利用で5倍の、ね、マイルが貯まるっていった形になっております。またですね ANA のクレジットカードで決済するとですねクレジットカード会社のですねポイントが付与されますよね。マイルの、ね、還元率 1% の ANA ワイドゴールドカードでね決済した場合はですね100円決済でですね1マイルがね付与されるっていう風になっておりまして、またですね ANA フェスタっていうのは ANA カードマイルプラス加盟店っていう風になりますので、さらに200円決済ですね1マイルがねもらえるっていう風になるんですよね。ですので今回のキャンペーンね全部合計するとですね、仮にね ANA フェスタで1000円分ね購入していただくとですね今回のキャン
ペーンで5倍分がもらえるっていう風になりますんで、50マイルがね獲得できますよね。またね、 ANA ワイドゴールドカードで決済した場合ですね、還元率 1% という風になりますんで、10マイルがね獲得することができます。またですね、 ANA フェスタは ANA マイルプラス加盟店という風になりますんで、プラスね5マイルがもらえるっていう風になるんですよね。ですので1000円決済した場合ですね、合計で65マイルがね獲得することができるっていった形になるんですよね。またですね、1000円以上ね支払いの場合はですね、 ANA のねクレジットカード提示していただくとですね、 5% 割引がねなったりですね、また株主優待のね ANA フェスタの割引券ね保有されている方であればですね、こちらね先ほどの ANA カードの割引とね併用はできないんですけども、 10% オフにねなったりもしますんで、まあ、よくね利用されている方であればですね、結構ねお得ではないのかなというふうに思っております。またですね、今回の対象のね加盟店にですね、 ANA トラベラーズっていうのがねあるんですよね。まあ、こちらもですね基本100円で1マイルがね付与されるっていうふうになっておりまして、今回のキャンペーンで100円でね5マイルね貯まるっていった形になっておりまして、またねフライトマイルもね獲得することができるっていった形になるんですよね。でですね、 ANA トラベラーズのツアーをね利用する方はですね、 ANA のねキャンペーンで5倍のねマイル貯まるわけなんですけども、こちらね ANA トラベラーズのツアー限定ですね、ポイントサイトハピタスにですね案件がね出てるっていった形になるんですよね。まあねツアーにはなってしまうんですけども、1件あたりですね1500円分のねポイントが経由していただけてねもらえるっていった形になりますんで、まあ、もちろんねこの1500円分のポイントはですね現金にもできるっていった形になりますんで、実質ね割引で利用することができるっていった形になっておりますんで、利用予定ねある方に関してはですね、ポイントサイトハピタスね経由していただいて ANA トラベラーズね利用してみていただきたいなっていうふうに思っております。ちょっとね先ほど1500円分ね現金でね受け取れるっていう話をさせていただいたんですけども、こちらもですね東急ルートで ANA マイルね交換していただくこともできますし、ポイントサイトハピタスであればですね、ドットマイル増量キャンペーンもね利用することができるっていった形になりますんで、かなりねお得に利用できるかなっていうふうに思っておりますので、 ANA トラベラーズですね利用される方はぜひね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。でですね、今回の動画とはちょっとね関係ない話になってしまうんですけども、ちょっとねびっくりなニュースがね飛び込んできまして、この動画撮影させていただいているのが2021年の5月の13日の、まあ、夜なんですけども、本日の夕方ぐらいにですね、スラッシュドエアとエアードゥがですね経営統合するかもっていうねヤフーニュースが出てるんですよね。こちらねかなりびっくりしたわけなんですけども、まあ、世の中のねこんな状況でですね、まあ、経営悪化等々もねあるかなっていうふうに思うんですけども、2021年5月現在ですね、このソラシドエアっていうのは三井住友カードの V ポイントからソラシドエアカードね保有している方限定にはなるわけなんですけども、マイルにね交換することができるっていった形になってるんですよね。まあ、こちらもね詳しい動画解説ねちょっと前に出させていただいたわけなんですけども、三井住友カードの V ポイントからソラシドエアのマイルっていうのは 200% で交換することができるんですよね。これがねすごい特徴で、かなりねいい交換レートで交換することができるということで、仮にねポイントサイトに1万ポイントがあったらですね2万マイルに交換することができるんですよね。かなりすごいですよね。今回の発表でですね、ソラシドエアとエアドゥがね経営統合してですね、まあ、もしかしたらですねこの部分は解約になってしまうかもしれないんですけども、まあ、もしかしたらですねソラシドエアのマイルがですねさらにね使いやすくねなるかもしれない可能性もですねあるかなっていうふうに思っておりますので、今後ね楽しみにしていきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。